は阪急電車に乗ってお出かけです。あ、すごい特急が今から座れる。懐かしい西宮北口到着しました。今から宝塚方面に向かっていきます。あれですね、映画の阪急電車の舞台になった路線です。で、西北も結構ね思い入れがあるので、ちょっと通ってた時期とかもあってめっちゃ懐かしいです。最近あんまり阪急乗ることないんですけどね。なんかこの線すごい混んでるな、やばい。まあ数駅なのでちょっとうまく距離を取りながら行けたらなと思います。だからです。ということで今日は新川にやってきました。今日の目的地は新川です。新川といえば阪神競馬場があるんですが、今日は阪神競馬場ではありません。反対方向かな、と関西学院大学、関学、通称関学がある、じゃないな、関学の中にレストランがあって、そこにちょっとランチをしに行こうと思います。でも今日やばい、めっちゃ灼熱、めちゃくちゃ暑くてやばいんですけど、まあ、ちょっと今から行こうと思います。レッツゴー。瞬間移動しました。あまりの暑さに歩いて15分ぐらいなんですけど、これ歩いたらもうやばいなと思って、タクシー乗っちゃいましたね。すごい洋館が綺麗。なんかね、瞬間移動したらやっぱ緑もあるし、山の上の方なんで下よりはその駅よりちょっと涼しいです。ということで、ここねレストランプラ駐車場があるらしいので車でも来れるみたいです。ということで、予約時間よりちょっと早いんですけど行ってみようかなと思います。そう、行くって言ったんですけどね、予約時間よりちょっと早いんですよ。入り口のね向かって左側すごいね、なんか面白いトンネルみたい、緑のトンネル、めっちゃ涼しいの。のでちょっとすごい、何これ、ランバス記念礼拝堂があるんだって。右に行くと、あ、もうそっか、ここ観光の敷地に入ってるみたいです。横からピンって入ってからちょっとよく分かんなかったけど、あ、そうなんだ、洋館、あ、これか礼拝堂、そうだ、十字架がある礼拝堂だそうです、ここ。え、すごい、なんか涼しい、めっちゃ楽しいよ、探検したいな。何回か来たことあるんですけど、感覚は。でもなんかその目的地が今まで行くことなかったからすごいね、なんか面白い探検が楽しい。あ、こっからも行けるみたいです。ではでは入っていこうと思います。暑いね、めちゃくちゃ本当に暑い。何食べよう、美味しそう。中はこんな感じ、すごい、絵画があってめっちゃ綺麗。ウェディングできるかな、すごいね、上にソファーとかある。ロビーなのかな、なんか疑問は何だろう、これなんかある。すごい、めっちゃ綺麗ライトとか、さすが洋館。あっちにもなんか絵画があった。なんだろう、謎の壺、何も入ってない。店内こんな感じです。結構広くてね、窓際行くと緑が見えていい感じです。壁側には絵画がいっぱい並んでます。おしゃれで、絵画と思いきやここ鏡見て、すごいフォークとナイフが石の上に置いてある。面白いね、本当に本物の石、これすごい。
ではランチセット、ランチセットにもドリンクがついてきますということで、今日2人で来たので寿司ボールとこの鮮魚のグリルセットをオーダーしました。でだから鮮魚のグリルセットなので美味しそう。早速撮影したら前菜が来ました。赤い部分が赤い縦キャベツのラバークラフトでございます。こちらが完熟トマトのトコのセビーチ、こちらがサーモンのグリル、こちらが、カブのグリル、こちらが紫芋のムースとなっております。まずはご覧ください。ありがとうございます。トウモロコシのムースでございます。砂糖など使ってないんですけれども、甘みが強くとても美味しくなっておりますので、はい、ありがとうございます。美味しそう。砂糖使ってないのに甘いんだって、すごいね。これ追加でやってきました。前菜美味しそう。さっき来た甘いトウモロコシから食べてみます。あ、なんかコーンスープを何ちょっと固めた感じ、美味しい。本当はね、食べてるとこ撮ろうと思ってスタンドをね買うつもりがちょっと買えなくて、手持ちカメラんこれさっぱりしてて美味しいです。寿司ボール来ました。寿司ボールこんな感じ、美味しそう。わさびがすごい、なんかみずみずしいね。なんかめっちゃ辛いのがあるのが気をつけてって言われてたけど、どれだろう、わかんない。美味しそう。メインの鮮魚、お魚ちゃん来ました。めっちゃかわいい、綺麗にデコられてます。そしてライス、これライスかパンか選べたんですけど、お米派なのでご飯にしました。ではでは今からランチとね談笑話を楽しみたいと思います。デザート来ました。レモンのタルト美味しそう。トゲトゲしてる、めっちゃトゲトゲしてる。なんかメレンゲのなんか焼いたやつとかの、わかんない、食べてみないとわかんない。でホットティーです。こちはホットコーヒーとフルサイズのキャロットケーキ、ハーフも選べたみたいですけど、もうここはねフルでお皿かわいい。ということで、関学にあるレストランポプラのご紹介でした。めちゃくちゃね、なんか静かで優雅な雰囲気でした。周りには結構リーズナブルだったので、すごい良かったなと思います。美味しかった、全部。あっという間に時間が経っちゃいました。ということで、この動画まあまあおもろかったやんって思う人は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。では、次回の動画でお会いしましょう。See you next movie!